フジテレビはどんどん圧力かけてくる。テレビであいつは悪の巣窟だみたいなことをもうずっと言う NHK 党の立花隆さんが聞いた、はい、当時彼は NHK にいてエビジョンいるって言われた海老沢勝司さんって当時の NHK の会長、はいとかの話を聞いてる。海老沢勝司と日枝ひさしはめちゃくちゃ仲が悪い。やっぱフジテレビは民放の優みたいな感じだし、うん、NHK は NHK ででかいだからもうバチバチだったわけ、はい、2人は。だけど俺に対してはもう五越同州だ、ね、いつも悪口を言っていた日枝と手を組んだすごくないですか、そことそこ組ませるって。逆にだからテレビ共通の敵みたいになっちゃって、もうテレビのネガティブキャンペーンすごいし、うん、そのタレントに対する圧力もすごいし、はい、もう堀江の悪口言わなかったら使わねえからなみたいな、うん、で日本放送はもう買収しちゃったからもう日本放送には出ないとかなんかよくわかんないことを言うタレントさんとかもいっぱいいて、大変だった。